やる気、元気、玉木。霊感タロットの玉木のズバッ、ズバッと自信ネタトークです。こんにちは。今日もあなたの心にちょっとした微笑みの火が灯りますように。今日のお題はじゃん。今日が4月14日なんですけど、昨日かおととい12か13にツイッターでこういうハッシュタグがね、トレンド入りして、大喜利みたいになってて面白かったんですけど、まず吉村寝ろ、吉村っていうのは大阪の知事、吉村知事に頑張りすぎてるからもう寝てくださいみたいなハッシュタグが登場して、吉村寝ろ、いいからもう頑張りすぎだからお前はもういいよ、寝てろみたいな優しいタグが出たと思ったら、今度大村寝てろっていうね、この手がついただけなんですけど、手がついただけで意味は反対になりまして、大村、愛知の大村知事、もう余計なことをしなくていいからお前寝てろよっていうことで、大村寝てろっていう、これセットでハッシュタグがトレンド入りして、ちょっと私は崩れ落ちるように笑ってね、こういなくなったんですけど、うん、はい。でそれに続くようにね、いろんな知事のハッシュタグが登場しまして、ここら辺頑張ってる人、北海道の鈴木知事、鈴木寝ろで、ゆり子さんに対してね、東京都知事小池寝ろで、吉村寝ろ、ここが頑張ってる人たちに対して、でこの辺もっと頑張れやっていうのね、千葉の森田起きろ、兵庫の井戸起きろ、そしてこっからはもうここはもうやんなくていいよ、むしろ仕事の邪魔だからしなくていいよっていう、うん、石川、谷本余計なこと言うなっていうハッシュタグ、そして愛知の大村寝てろね、これ、そして便乗して奈良県荒井どこ行ったっていうね、奈良の荒井知事どこ行ったの、どこ行ったんでしょうね、荒井知事すごいな、奈良県の荒井県知事は県民の支持率が47都道府県中46位だって。すごい低いね。ちなみに47位は鹿児島。いや、どこ行ったって言ってるけど、本当は何かしてるかもしれませんよ。見えないところで。わかんないけどね。はい、ということで、この知事たちが本当にどのくらい頑張ってるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。まず北海道鈴木知事、正も逆も見ますね、せーの、おー、6プラス6、頑張ってますね、恋人、はい、ゆり子さん、東京のゆり子さん、はい、行きまーす。せーの。おー、めっちゃ頑張ってる。節制は14。めっちゃ頑張ってる。おー、順当ですね。大阪、吉村知事。吉村知事がどのくらい頑張ってるか。おー、3。あ、でも、そうなんだ。3くらいなんだ。女帝。あ、でも、順当に頑張っておりますね。はい。もっと頑張れの人たち。森田知事。うちのね、親戚の千葉県民がですね、森田健作知事が当選してから、恥ずかしい、恥ずかしいって。千葉県民の県民がそんなにアホだと思われるなんて。なんかもう恥ずかしくてしょうがないみたいにすごい嘆いていたけれど、はい、森田知事どのくらい頑張ってるんでしょうか。せーの、あれ、すごい頑張ってるよ、ゆり子さんぐらい頑張ってるじゃん、実は頑張ってるんじゃないの。マジか。そして移動起きろの兵庫、井戸知事。
はい、移動さん、せーの。出た、マイナスになっちゃった。マイナス1。マジシャンの逆。はい、石川行きますよ。瞑想しております、石川。ねえ、この前なんて言ったっけ？どうぞ石川に疎開してきてくださいみたいな発言しましたよね。びっくりしたけどね。そんな、石川県民もそりゃ戸惑うわ。って感じだよね。あ、石川の谷本知事、せーの。マイナス4。肯定の逆。このカードの意味からしてももうリーダーシップが全くないですね。で、愛知、大村寝てろの愛知。はい、大村知、せーの。はい、マイナス7。もっとガーンってすごいなんかマイナス20とかではないの。そこまでではないけど、まあマイナスだね。戦車の逆。すごい。ハッシュタグほぼほぼ合ってるじゃん。なんか森田知事が意外と頑張ってるっていうのは。まあ、ここあれね、台風もあったしね。台風の後処理も今大変なのよね、千葉県。さあ、奈良県。新井知事どこに行った？新井知事はどのくらい今頑張ってるんでしょうか。っていうか姿を見せているのか。はい、新井知事どこに行った？マイナス4。石川と一緒だね。はい。出揃いました。頑張っているランキング1位は、なんと、小池さんと、なぜか、森田健作さんが、あ、2じゃない、1。森田健作さんがなぜか、同率1位になったんだけど、私たちの知らないところで何かを頑張っているらしいよ。そして、3位がここでしょ？で、4位がここでしょ？はい。頑張ってない人たち。5、6。あ、もう愛知ひどいな。でもすごいね。ちゃんとハッシュタグとか県民の評価は合ってるんだね。頑張ってるかどうか。ほぼほぼ。じゃあ、この中に安倍総理をぶっ込んだらどうなるか。どの間に入ってくるのか。ね、なんかダントツで1位に ならないといけないような気がするんだけど、安倍総理はどのくらい頑張っているのか、この人たちに比べたら。はあ、ドキドキドキ、何が出るかな、安倍総理。なんかさ、いや、数字は大きいよ。数字はめちゃめちゃ大きいけれど、崩壊してるけど大丈夫？頑張りすぎて崩壊寸前なんじゃないのこれ。崩壊はね、タワーがね、16か。16。よかった。よかったっていうか、数字としては、このプラス14より頑張ってますよ。ダントツ頑張ってるけど、タワーが出たので、体に気をつけてください。いきなりぶっ倒れないでください。それこそ寝ててほしいレベルだけど、でも、国の代表は寝れないので、まあ頑張ってもらうしかないので、ね、なんとか役割分担しながら、効率よく、ね、働いてほしいですね。はい。心に明かりは灯りましたか？なんか笑いでもいいし、ね、にっこりでも。何でもいいので、今日も皆さんがぐっすり安心して眠れますように、はい、お体に気をつけてね。じゃあね、バイバーイ。